こんばんは、しげもんです。どうも。今日はこちらですね、フラッシュフォージの 3D プリンターアドベンチャー3ですね。これは今年発売された最新型のデスクトップ 3D プリンターになってます。でもすでに開封の儀を済ませてこのように置いてます。ただまだセットアップはしてないんで、これからセットアップをして実際に造形をしていきたいんですけど、まずこのように出してみて第一印象ね、まず思ったのがすげえちっちゃい。で、寸法が横が 388mm で、奥行きも 388mm ね、で縦に 405mm だから本当にこのデスクトップの一角で使えるサイズですね。あとカラーリングは白と黒のツートンカラーになってますね。これもおしゃれな感じがあっていいですね。で、これからセットアップをして使っていくんですけど、その前に付属品を見ていきたいと思います。はい、まず左から電源ケーブル、そして工具セットですね。で、工具セットの中にはグリスとドライバー、あと六角とフィラメントを押し出すこの器具ですね、これが入ってます。そしてクイックスタートガイド、これは日本語のものと中国語のものが入ってます。そして PLA のフィラメントがついてます。はい、これだけですね。あとは実際に接続して起動させて造形していきたいんですが、このアドベンチャー3では便利な機能がいっぱい搭載されているということなんで、そこもフォーカスして見ていきたい。っていうのも、うちにはフラッシュフォージのドリーマーという 3D プリンターがあって、まあ、それで制作をしてたりするんですけど、ドリーマーは確か2014年の製品かな。だからドリーマーよりも改善された点とか新しく追加された機能がこれには備わってるんで、そこにも注目して見ていきたいと思ってます。結構楽しみなんですよね。よし、じゃあセットアップしていこう。はい、それではセットアップしていきましょう。まず電源ケーブルを側面に挿しましたね。あとはこのまま側面のスイッチで電源を入れます。いきます、ポッチ。はい、電源入りましたね。で、このヘッドのところがライトになってるんですね。そして操作はタッチパネルになってます。これは以前の機種から同じですね。あとタッチパネルは今これ英語表示になってますけど、セッティングからラングエージだよね、ここから日本語にできますね。これか、ほい、なぜか日本語がノーになってましたけど、これで日本語にできます。じゃあここからフィラメントを設置していこう。はい、フィラメントを設置しますね。で、フィラメントはここ側面を開けてここに設置する。じゃあ付属のこの赤フィラメントをはめよう。よし、これね。で、この先端をここ、はい、この矢印に向かって穴に差し込んでいきます。で、ここにホイールがあるんですけど、この中にギュッギュッと押し込んでいくと。よいしょ、はい、フィラメント押し込んでここを通していくと。はい、そしてここからタッチパネルの樹脂交換、ここを押します、ポッチ。そして押し出しですね、押し出しを押すことでフィラメントをヘッドから出すことができると。で、今ヘッド加熱中になってますね。はい、今加熱されてるらしいけど、これメーターの上がり具合がすごい早いぞ。だからこの機種はヘッドを加熱するのもすごい早くなってるということですね。はい、今ヘッドを加熱し始めたんですけど、もうできたぞ。お、出てきたね。はい、これでフィラメントの引き込みは完了なんで確認をしますね。おい、ていうか加熱がめっちゃ早いですね。ドリーマーやったら多分1分以上かかったと思うんですけど、これは数十秒で加熱されて出てきたよ、すごいね。はい、先ほどこの加熱速度が速いという話をしましたけど、先にこのアドベンチャー3の特徴的な部分を見ていこうと思います。まずこのヘッド部分、ここなんですが、先端のこのスイッチを挟むことでヘッド部分が簡単に取ることができるみたいですね。で、従来の機種やとこのヘッド部分にフィラメントが詰まったりした時は、このエクストルーダーの部分を全て分解してメンテナンスする必要があったんですけど、今回のアドベンチャー3はワンプッシュでヘッドが取れるんで、メンテナンスがすごい楽っていうことですね。で、僕もドリーマーを使っててメンテナンスでヘッドを何回も分解したことありますけど、これがね結構大変なんですよね。一回フィラメントを全部引き抜いて、ほんで
六角とかでこうパーツを外していくんですけど、まあ、これはねやったことある人からすると分かると思いますが、それが簡略化されるのはすごい便利やと思います。あとこのベッド部分ね、このオブジェクトが造形される部分ですけど、ここがヒートベッド方式になってます。だからベッド自体も加熱されるということですね。で造形できる素材なんですけど、 PLA だけじゃなくて ABS とその他素材も使うことができるということですね。でこのベッドはここが外れるんですね。よいしょよ、はい、このように外せるんですね。でここがある程度湾曲するので、オブジェクトをこうパリッと剥がすことができるということですね。これ便利ですね。でこれらの機能はうちのドリーマーにはついてないので、だいぶ造形が楽になりそう。はい、一通り特徴は見たかな。じゃああとは実際に造形してみてどうなのかっていうところを見てみよう。はい、それではアドベンチャー3で造形してみたいと思います。で今これ開いてるのがフラッシュプリントっていうフラッシュフォージの独自のスライサーソフトですね。でスライサーソフトっていうのは何ぞやというと、 3D プリンターで造形するためのパラメーターを設定するためのソフトですね。例えば 3D プリンターは層を作って造形しますので、その層の1層の厚さとか、あとプリント速度とか、まあ、いろんな情報をここで設定する必要があります。で今この真ん中に見えてるのはなんかよく見かけるサンプルの筆なんですけど、これを今日はプリントしたいと思います。まあ、細かい使い方は以前にも話しましたし、今後もまた動画にしようと思うんですけど、とりあえず今日はざっくり造形してみます。じゃあスライスポチで、このフラッシュプリントは、パラメーターが4種類プリセットで入ってます。低い、標準、高い、高精度ってですね。細かいパラメーターを自分で数値入力してもいいんですけど、このプリセットがあるので今回はプリセットを使ってみよう。標準でいこうかな。とりあえず標準でやってみよう。よいしょ、こうね、全て数値が自動入力される、まあ、いじってもいいんですけどこのままいきますね。でちなみにこのアドベンチャー3は、造形可能エリアが 150×150×150 になってます。で今この画面はねドリーマーの設定画面になってるんですけど、多分大丈夫だと思います。じゃあこれで書き出そう。ポッチほい、はい。で今これ画面右上に47分と出てますね。でこの真ん中オブジェクトなんですけど、そこからギューッとこのように造形されていくということですね。そしてこの書き出されたデータなんですけど、 STL ファイルをスライサーに読み込んで GX ファイルというのが書き出されます。でこの GX ファイルを 3D プリンターに読み込ませて出力するということですね。はい、それでは造形していきます。本体にデータを移すときは USB メモリに GX ファイルを入れて、そして読み込みますね。プリントポッチ、はい、見えてるかな。で USB メモリポッチで、よ、さっきのデータが入ってるんでこれを選択、あとはこれかな、ポッチ、お、これで動き出しましたね。お、動いてる動いてる。でこのアドベンチャー3はキャリブレーションが不要ということで、ドリーマーだとここのね水平を自分で取る必要があったんですけど、そういう作業もいらないみたい。であとこのヒートベッドなんですけど、僕はドリーマー使うときはマスキングテープをここに貼って造形してたんですけど、今回はサンプルということでこのまま造形したいと思います。お、動き始めたぞ。はい、プリント始まりました。っていうかめっちゃ静かやな。こんなに静かなの？ドリーマーとの比較にはなるんですけど、ドリーマーはね確かデュアルヘッドで、左のヘッドにだけファンが2つついてるんですよね。あと本体裏にもファンがあって結構ファンの音がしたんですけど、このアドベンチャー3はヘッドにファンがあるだけなんで大きい音はしないですね。あ、静か静か。残り45分ぐらいなんで待ってみます。あ、これ閉じるとまた静かになるな。お、止まりましたね。ヘッドが上に持ち上がっていきます。この動作も結構静かですね。はい、お、出来上がったら前に出てくんねや。そしてプリントが完了しました。出ます。お、いいね。はい、それでは造形できましたので取り出してみます。せっかくなんでここを持って出してみよう。いきます。よっ、
はい、このように取り出しましたね。はい、ちゃんと造形できてますね。こんな感じで、ベッドをギュッとひねることでパリッと剥がせるんですけど、これぐらいのちっちゃいオブジェクトやったらギュッと手で外れそう。あ、簡単に取れますね。うん、でもっと大きいオブジェクトやったらこうギュッと曲げて剥がすこともできそう。あ、簡単に取れるわ。あ、いいね、これ船のオブジェクトできましたね。こんな感じ、まあ、ちょっと糸引いてる部分ありますけど、これは後でカッターか何かで切り取れば大丈夫だと思います。表面も結構綺麗やね。積層は 0.18 なんでそんなに細かくはないんですけど、ちゃんと滑らかに出てますね。今回は時間の関係で標準モードでやりましたけど、今度は高精度の方でもやってみたいですね。はい、というわけでフラッシュフォージの新型 3D プリンターアドベンチャー3を使ってセットアップから造形までやってみましたね。で、今回はファーストインプレッションとして使ってみた感想なんですけど、とりあえずコンパクトやね。あと造形中の音が静か、これはね結構びっくりした。あと機能的にはやっぱりドリーマーよりも進化してる部分が多くて、例えばヘッドが取り外せたり、この取り外し式のヒートベッド、これもすごいですね。使いやすい。あとは価格帯もそんなに高くないので入門機としても使えるし、普通に今まで使ってた 3D プリンターからの乗り換えとしても十分に使える機能が備わってると思います。それぐらいかな、まあ、とりあえずまだ今回は1回しか使ってないんで、もうちょっと使い込んだらまたいろいろ感想が出てくると思います。それも追って動画にしていこうと思っております。はい、というわけで今回はフラッシュフォージのアドベンチャー3を使ってみたよという話でした。また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではさよなら。